お笑い女芸人の柳原加奈子さん。かつてはぽっちゃりした体型で、デフォルメしたアパレルショップ店員のモノマネをし、一世を風靡した彼女。結婚、出産を経て、復帰した柳原さんですが、最近は以前ほどお見かけしなくなりました。何か理由があるのでしょうか。気になったので調べてみることに。柳原加奈子さん。1986年生まれの35歳。寿司職人の父親とスナックを経営する母親の間に、東京都中野区で生まれました。太田プロダクションに所属していて、同じ事務所出身の先輩には同じく女ピン芸人の山田邦子さんがいますね。柳原加奈子さん。デビューは2005年ですから、芸歴16年目かと思いきや、幼児期に、すでに子育て雑誌などの売れっ子のベビーモデルだったそうです。小学生の時の成績はオール5で、中野の神童と呼ばれるほどでした。しかし高校の外国語コースに入学後は、お笑い芸人を目指し始めた柳原さん。母親は薬剤師になってほしかったそうですが、最終的には後押ししてくれたんだとか。卒業後は東京アナウンス学院のお笑いタレント科に入学します。しかし、専門学校在学中の19歳の時、彼女を悲劇が襲います。それまで芸人になることを応援し続けた。優しい母親が肝臓がんで他界したのです。辛い別れを乗り越えた柳原さん。専門学校卒業後、その才能を見出され、太田プロダクションからスカウトされます。メディアで活躍するきっかけは、21歳の時、家電量販店、桜屋のイメージキャラクターに抜擢されて、人気に火がつきます。徐々にテレビ出演が増えて、一躍、大ブレイクした柳原さん。演じる独特のキャラクターの原点は、もともと母親が経営していたスナックのスタッフの仕草を真似したことが原点なんだそうです。以降は、バラエティ番組の MC にも抜擢されたり、全盛期は10本以上のレギュラー番組を持つほど超売れっ子になったのです。柳原加奈子さん、改めて見ると顔の作りは結構可愛いのに、見事な手乗り文鳥体型。その何とも言えない見た目を武器に、お笑い芸人として不動の地位を築いてきました。とにかく一番太っていた時期は153センチという小柄な身長にもかかわらず、体重がピーク時には78キロもあり、体脂肪率はなんと 50% もあったそうです。でも、なぜそんなに太ってたんでしょうか。実は、当時、楽屋で出されるケータリングのお弁当を、1日になんと6個も食べていたんだとか。よくそんなに食べれたものだと思いましたが、それにはある理由があって、幼少期は結構貧しかったらしく、どの番組の収録に行っても、お弁当があるのが嬉しくて仕方なかった、ということだったのです。無理もない結果だったのかもしれませんね。そんな柳原さん、2013年頃から突然、みるみる痩せ始め、気がつけば体重は 13kg 減の 65kg にまで落ち、お茶の間の視聴者を驚かせたことも。一体、激痩せの原因は何だったのか。柳原さんは、19歳の時にお母さんが旅立ってから、ずっとお父さんと二人暮らしだったのですが、そんなお父さんが、この年に、急逝されているので、そのショックと心労で、ここまで痩せてしまったのだと、一時期は同情もされていました。しかし、大好きなお父さんとの別れのショックは当然大きかったに違いありませんが、柳原さんが痩せたのはそれによるショックや心労などのストレス要因では決してなく、なんとあえて自らダイエットをし痩せたのだということが判明したのです。もともと太りすぎの柳原加奈子さん、健康診断では必ずこのままだと糖尿病になるよと毎回指摘されていましたが、それでも食べることがやめられず、お笑い芸人としても太ってなければ仕事が減る、そう自分に言い聞かせ無視していました。しかし
そんな柳原さんのお父さんの死因こそが、まさに糖尿病だったというのです。ご存知の通り、糖尿病自体が原因でということはありませんが、様々な合併症を引き起こし、最終的には命を落とすという恐ろしい病気です。そのことに、最愛の父を亡くして初めて気がついたという柳原さん。自分がやっていたことは命を縮めることだったんだと。呆然とし、父が命を落としてまでも教えてくれたことを、無駄にするわけにはいかないと。決死の覚悟でダイエットに挑むことを決意した。その結果が大幅な体重減だったのです。お笑い芸人としての立場よりも、父の分まで生きる。と決意し、お笑いで食べていけなくなることも視野に入れ、ダイエットの他にも、バラドル的な立ち位置に変換できるよう、勉強も始め、たくさんの知識を身につけようと、必死で努力を重ねていったそうです。その結果、13kg という大変な体重を落とすことに成功し、確かにお笑い芸人としてはちょっと、いまいち微妙なポジションになっちゃったというわけなのです。あの激痩せの裏側にこんな背景があったなんて、驚きですね。今はその頃よりも以前の姿に近づいた。柳原加奈子さん、彼女をそこまで変えた父親とは、一体どういう人なのか調べてみると、興味深いことが浮かび上がってきました。清と下の名前で呼ばれるほど、親子の仲はとても良かったらしいのですが、実際はいろいろあったそうです。父親は本当に若いギャルが大好きで、母親がいなくなって二人暮らししていると、柳原さんが帰宅すると、しょっちゅう、つけまつげ、わさわさのギャルがいたんだとか、娘をネタに口説いてくるのがお決まりで、そんな父に向かって言い放った言葉は、どっか飲みに行ってこい。と、小遣いを渡したという柳原さん。それだけでなく、パチンコ代とか、よく出してあげていたらしいです。そんなことがあるかと思えば、柳原さんが仕事から帰ってきたら、スイカをカットしておいてくれた父親に、次からは種も取っておけよな。と言ったら、次からは、ちゃんと全部種まで取ってあるとか、また、ひとたび、アイスを買ってこいと命じれば、ダッシュで買ってきてくれた、まるでパシリのようだった父。でも、娘の健康を気遣って、お手製のお弁当を持たせたりしてたそうですから、ただものではなかったようです。柳原さんの愛されキャラを生んだのは、この父親だったからこそなのかもしれませんね。柳原加奈子さん、2019年2月にフジテレビ社員との結婚を発表。顔が似ている芸能人は？と聞かれて、芸能人の誰よりもかっこいいです。と答えていた柳原さん。夫は仕事に対してもとても誠実で、ドラマ制作の部署に所属している。社内での評判も高い男性だとか。噂によれば、年収も1000万はあると言われ、万が一、柳原さんが引退しても、経済的に困ることはないでしょう。お二人の出会いは友人の紹介で、柳原さんから積極的にアプローチし、約1年間の交際を得ての結婚でした。柳原さんは夫について、一緒にいるとご飯が美味しくて、隣にいても安心して眠れる人と語っています。ちなみにプロポーズは旦那さんからの、結婚してください。箱をパカッと開けて、はい出た、婚約指輪。という王道の演出だったのだそう。旦那さんのご両親からもとても可愛がられている柳原さん。2019年11月に第一子女児を出産。体調を考慮して、出産前まではお仕事をセーブされていましたが、2020年7月バラエティ番組今夜は謎トレで芸能活動を再開されました。番組 MC の上田晋也さんからおめでとうと声をかけられ、思わず涙するシーンもありましたね。とはいえ、ポジション争いが激しい芸能界、最近ではリンゴちゃんとかもいますし、ぽっちゃりやデブタレの枠は激戦区。まだまだ子育て優先とはいえ、これからの活躍はいかに。さて、
あなたはどう思いましたか？私は、今は、どんな形であれ、命を削ってまで、仕事をする時代ではありません。お笑い芸人としての立場を手放してでも、健康を手に入れた柳原さん、素晴らしいと思いました。これからも応援していきたいと思います。